各自持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リサ。隠し感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、九時の方向をカバーしつつ万事の陣を基本としろ。霧と、それにこれは霊気ですか？カカシ先生、これって…ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。お前がいるということは、あの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって、俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくと、ハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界。もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザ、ハク。おお、大きくなったな。カカシの部下のくのいち。あの小僧は元気にしてるか？え？うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人間。お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブサ。カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザの君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん。あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ。来るぞ。
戦闘開始。必ず強烈な殺気を発揮した。ザブサ、こんなところで何たちと再会するのか。ナルトが死体なんて言うかよ。来る場所じゃないのさ、ザブサ。勝負あり。ザブサ、まさかここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ忍び刀死人衆の前任者たちだ。ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだな。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて括弧撃破を狙った方が確実じゃ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは3人分かれての括弧撃破に努めた方がいいと思う。
多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び刀七人衆を一気に殲滅するぞ。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。分かっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい、ボス。七人衆、なかなかの相手だ。だが、俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。無なし陣髪は、バスボス陣髪は、あの方には、爆発の実識と書いてある。爆発に注意しろって書いてある。爆発力、とんでもないよね。永遠に使ってもめちゃくちゃないから。やるしかない。そいつはフォースマンガ。特に危険な男だ。カニただ者か。アサッチジャック。そのサメほどを向かう。なぜこの水は刀を持っていない。断絶する作戦か。アサッチジャック。アサッチジャック。内藤牙の使いリングアメイジ。雷を扱う仕組みですか。動くと効果範囲に気をつけないといけませんね。足を合わせ。はあ、アサッチジャック。はあ、アサッチジャック。激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は加賀先生。ザブザ。
待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺の受け取ったよ、ザブザ。はっきり。お前たちあの時戦えてよかった。あの戦いもあったからこそ。今のあの時のお前は迷った。だがその迷いはお前が人でない私だった。お前も吐くな。人間として死んだ。もうこの世にいていい存在じゃないんだ。この子ごと俺を切るつもりか。どうしてなぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない人を撃ってやった。平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だなんだ、そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。もうこんな戦いはなしにしよう。
前らの死に様と涙は。できるなら、お前と同じ場所に生きてえな。俺も。お互いの絆、そのものだったよ。あいつら敵だったけど、俺、あいつら好きだった。俺もだよ。